つもりは乗ってくれてるんですよね。はい、乗ってます。お願いします。はい。めちゃくちゃに元気です。もう新ハディパ以上に元気です。あ、そうっすか。元気ですね。もう冬休み中も、はい、多分元気いっぱいでうるさかったっぽいんで。ああ、なるほど。もう乗り出しがしんどかったですね。ああ。ちょっとふっくらしたかなと思ったんですけど、体重的には変わってないですか？変わってなかったです。結構ふっくらしたような感じですよね。腹とか結構、お、やっぱりちょっと他の馬より早めに休んでたんで、ああなるほど。2、3日早めに冬休み入れて待機してたんですけど、はい、2キロぐらいでしたかね。あ、そうですか。443とか。最初ここにね、お邪魔した時に比べたら全然体違いますよね。反応上がった時、トモどうですか？俺は年末の時はそんなにも気にならなかったんですけど、はい、年明け一発目はやっぱりぎこちなさが戻ったかなと思いますね。まあそんなもんだろうなと思ってたんで、まあ、年明けはちょっと落として週2回の販路で、はい、まあ、この元気の良さのまま行って足壊れたらたまったもんじゃないんで、あ、確かにそうですね、ゆっくりと、はい、まあ、50ぐらいだったら1817とかでも全然走りきれるんで、17ぐらい、年明けはうるさいだろうなって思ってたタイプなんで、なるほど、それはそのままなんでちょっと安心はしました。